こんにちは。今日のニュースです。自らを社会主義者と名乗るチョグク氏ですが、法相となって権力を手に入れて今後どうなるかちょっと気になりますよね。チョグク氏の今後のシナリオを考察してみました。最後までご覧いただけたら嬉しいです。最後の砦、検察をぶっ壊す。チョグク氏も検察改革を行うと掲げていたが、今後文政権はチョグク法相を通じて検察を徹底的に叩くだろうと考えられる。行政、軍、司法、財界、メディアを今や全て政権が握っている。残された最後の抵抗勢力が検察であるが、反対派の検察官たちは政治粛清される運命にある。渓谷では検察権力が絶大な力を持っている。朴正煕政権時代に自らの息のかかったものを検察組織の要職に据え、組織自体に大きな権限を与えた。保守派の牙城として今でも検察は左派には反発を抱いている。キム・デジュン政権、ノ・ムヒョン政権などの左派政権でも政権と検察組織の対立が激しかった。検察が独占している捜査権を警察に分散させるなど、検察改革をムン・ジェイン政権は掲げている。検察はチョグク氏の追及で政権に抵抗していたが、もはやこれまでか。チョグク氏や家族の一連の疑惑ももみ消されるだろう。野党と検察の連携も最初から甘かったが、ますます分断されていく可能性が高い。一時的にチョグク氏の任命で支持率の乱高下があるかもしれない。また反政府デモなども過熱化するかもしれないが、最終的にムン・ジェイン政権に有利な形で収束するという日本にとって最悪のシナリオになることも想定しておかねばならない。ムン・ジェイン政権が末期症状で今にも終わるという見方が多くあるが、それは希望的観測という見方もできる。ムン・ジェインの一党独裁体制ももうすぐ実現する勢いだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。またね。